イベントが多くついつい食べ過ぎてしまう方も多いかと思います。今回は消化器官を刺激すると言われている花輪のポーズを紹介いたします。以前にも似たようなポーズを紹介しておりますが、今回はタオルや、クッションを使って少し優しめに紹介していきます。膝、股関節に違和感のある方は違和感のない範囲で行っていきましょう。それでは優しい花輪のポーズ紹介していきます。今日は足元にタオル、バスタオル、そしてクッションなどをかかとで踏んでいきましょう。その方が足首がちょっと硬い方も楽になるかと思います。もちろん使わなくても結構です。足の幅を肩幅に広げていきましょう。かかとにはしっかりとクッション、そしてタオルを挟めていきます。広げたらそのままゆっくりと膝を曲げてしゃがんでいきましょう。この時に膝に違和感があれば無理をせずに行っていきます。肘で膝の内側を押したら両方の手のひらを合わせて合掌していきます。そのまま1分から3分ほど続けていきましょう。1分から3分キープしたら手を外して起き上がっていきます。